リン、無事か？貴様ゼロとか言っていたな。リンに何をしたのじゃ。一足違いでしたね、殺生丸様。およしなさい。私を殺したらこの女も一緒に死にますよ。私とこの女は縁でつながっている。銀鱗の呪詛を解くには私を殺すしかないのだけれど、そうするとこの女も死んでしまう。殺生丸様。ではこのまま放っておけばどうなるか。醜い銀色の鱗が全身を覆っていく。あらあら、困りましたね。それでも殺生丸様はこの女を愛し続けることができるかしら。ゼロ、貴様何がしたい。半妖の双子はどこ。二人の居場所を言えば呪詛を解いてあげるわ。バカな。二人の居場所を言えば凛の呪いを解くのだな。ならばこの邪剣が。ダメ、邪剣様。大変。凛、何を。私が死にます。私のためにあの子たちが死ぬなんて耐えられません。凛、私はまだ一度もあの子たちを抱きしめてあげたことはありません。でもそれでも子供たちを愛おしく思う気持ちは殺生丸様にも負けておりません。あの子たちのためなら何でもします。人間とは面白い生き物だ。考える猶予をやろう。麒麟丸が目覚めたらもう一度伺いを立てる。良い返事を待っておるぞ。リン、苦しいのか。呪いの進行が早い。なんとか手立てを講じなければ。そうじゃ、殺生丸様、この邪剣に妙案があります。時代樹に陣を封印しましょう。問題は犬夜叉とカゴメたちです。